天神波動拳。竜よ、闇雲に進むのみでは答えは見つからぬ。立ち止まり振り返るのだ。これまで歩んできた道を、己の剣を。己の剣。お前もサボっておると竜に置いていかれるぞ。分かってますよ師匠、俺だってまだまだ強くなりますから。うん。また派手にやられたな。にしてもこんな場所いつもよく見つけてくるな。ここは修行に集中できる。おいおい、もう平気なのか。ああ、剣、すまないが相手をしてくれないか。自分の剣を見直したいんだ。師匠が言ってたあれか。剣の真髄は基本にありってか。ったくしょうがねえな。よし、さあ帰ろうぜ。もう腹ペコだ。いや、最後に試したいことがある。試したいこと？ああ、何か掴めそうなんだ。ああ、もうヘトヘトだぜ。ああ、だが楽しいな。それで自分の剣は見直せたか？そうだな。まだまだだということは分かった。そうか。目覚めたか、師匠。飲まれかけておったな、殺意の波動に。俺は。あんたが竜だろ。ああ、君は。俺は逆巻く風のラシード。世界を旅する風のヒーローさ。若。ヒーローがなぜここに。それは話せば長い。とにかくあんたに頼みがある。俺と戦ってくれ。自分の力を試したいんだ。わか。あれ、ネットじゃ構えたらとりあえず戦ってくれるって話だったけど、調子悪い？戦いの中に答えはある。忘れたのか？お前の口癖じゃろう。ですが、このままではいずれ。戦いとは戦う相手を知り、己を知ること。一人で迷っていても何も知ることはできぬ。本当はお前も分かっておるはず。おーい。気分が乗らないなら。分かった、戦おう。そう来なくちゃ。はや、波動拳。たりゃたりゃ。Yeah!
けた負けた。わか。でも助かったよ。ちょっとは分かった気がする。自分の力ってやつ。ありがとう。あんたと戦えてよかった。ああ、俺もだ。じゃあな。行くのか。俺もこの力をもっと知らなければなりません。ならば剣と会うがよい。お前のことを心配しておったからな。はい。遅くなった。師匠から話は聞いたぜ。殺意の波動のこともな。破滅の剣、そうではない答えを俺が見つけるためには。いいぜ、付き合ってやるよ。来いよ竜。ああ、行くぞ。波動拳、やっほやっほ。波動拳、タリャッ、やっほ。やるじゃねえか。だが心配するな。お前が殺意の波動に飲まれても俺がぶん殴って止めてやる。だから気にせず戦ってこい。ああ。シャドウか。お前を探していた。殺意の波動が人を外れた力、やはり互いに惹かれ合うということ。私と戦え。私は知らなければならない、この力の扱い方。俺も見極めたい、この先を。殺意の波動、聞いていた話とは印象が違うな。まだ完全に抑えることはできないが、覚悟は決めた。この力の先にあるものを知るまで戦い続ける。それがどんな答えであろうと。そうか、お前と私の求めるものは違うようだ。だが得るものはあった。礼を言う。また戦おう。
えば昔からこの見極める殺意の波動そういえばメルはまだ寝てるのかぐっすりでもよかったのせっかくのお休みなのにパーティーなんて普通なら断るところだが神月のお嬢さんからのお招きだしなそれにあの家にはいつも強い奴らの情報が集まってるまた誰かと戦うってこともちろん今年こそはあいつに勝ち越さなきゃいけないからなあなたたちってそればっかりねえ最初からそうだったじゃないあなた強いのね何のために戦ってるのお金それともスターになるため俺には倒さなくちゃならない男がいるんだそいつともう一度戦うためさあれから何度あなたたちが戦っているのを見たかしらまさかここで始めるつもり？見てろよイライザタリャこっちだと思ったけどなもうだからさっきの執事さんに案内してもらえばよかったのに抜いてみるさっきは不法侵入ってやつだな違う違う俺たちは今晩のパーティーの客でこれも仕事だ黙って潰されてるしょうがねえなどこかで会ったことあるか？知らねえよ。テリア。いや、ソリア。体型は違ってたか不法侵入者のくせに客なのは嘘じゃないってほら本当だようこそミスターマスターズイライザさんメル君もお待ちしておりましたわお招きありがとうカリンさんあら何か失礼があったようですわねお詫び代わりに食前の運動はいかが？嬉しいね。本当にも。お手並み拝見といくか。全米格闘を楽しませていただきますわよ。それ波動拳。
起きたか、メル。ではまずはお部屋へご案内させますわ。リュウさんは来ないの？今あいつは戦ってるんだ。殺意の波動と。殺意の波動。あいつがどんな答えを見つけるのかはわからない。そもそも答えがあるのかも。剣。でもな、どんなに辛くてもあいつは進み続ける。それだけは確かだ。なら俺もそうするだけさ。いつも通りね。の鬼神となりおったか。今今一歩か。斧が剣の兄弟さゆえ、人の道すなわち指導を下せぬのが主の弱点よの。指導を知らずして天道へと至ることはできぬ。長きにわたったウヌとの試合がよもやこのようなご託に拒食されようとは、潔く読みへと当たれ滅殺。地道を知らずして天道へと至ることはできぬ。行くは鬼の道。もとより天道地道と交わるとは思っておらぬ。コアッパメ、愚かな。なぜ己の業を認めぬ。
無道転生。雨土を越えここに極まれる時は満ちた。我が剣と万事が剣、無二の剣はいずれか。いざ。人にあらざる道に落ちたか、豪気。そうし、鬼タラントネゴータは我、行き着く先は人外の道とて構わぬ。人タラントする難事が無の剣と我が鬼神の剣、天地清濁巡り合いし我らの戦いの妨げなし。ただ我は因果の狭間にて剣を振るうのみ。行くぞ、コアッパ。おう、波動拳。また一つ問うことができるからだ。人は問うことで己を知る。相手が他人であれ、己であれ、神であれ、強さを求めることもまた同じだと俺は思う。俺は人として問い続ける、自分の拳に。つまらぬ。そして豪気、お前にも。我に何を問う。拳で挑む。拳でしか語れぬお前には拳で問うしかないだろう。格闘の道に終わりはない。俺の道にも、お前の道にも。良きかな。ならばその道の行き着く先で再び相まみえようぞ。龍は